つだって空気を思い続ける。だから大金の空想は止まらない。大金作るんだ、100倍集中できる空気。大金作るんだ、いい夢が見える空気。大金作るんだ、家で世界旅行できる空気。大金作るんだ、地球が喜ぶ空気。空想のままじゃ終わらせない。明日の空気で答えを出す。大金、ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報。ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの時田瑞希です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。2日土曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。北陸や北日本の日本海側を中心に雪が強まり、大雪となる恐れがあります。太平洋側は広く日差しが届きます。ただ昼間も真冬の寒さとなるため、防寒対策は万全にしてお過ごしください。最後に2日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感になります。2日は週末の土曜日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。東京や高知、広島ではお出かけ指数が80と高めとなっています。思い切ってどこかに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。一方、北日本を中心にお出かけ指数が40と低めで、中でも新潟では最も低い20となっています。土曜日は自宅でまったりと過ごすのもいいかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン、花粉の飛散が気になる季節になりましたね。2日の花粉飛散予想を確認していきましょう。福岡で飛散が多い予想で、東京や高知で非常に多い、名古屋では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬をするなど万全な対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。2日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報。ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。3日日曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。北海道は太平洋側では晴れますが、日本海側では雪の降りやすい空です。北陸や東北では雪や雨の強まりに注意が必要です。関東から西の太平洋側は晴れるところが多くなります。最後に3日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感となります。3日は日曜日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。東京や高知、那覇ではお出かけ指数が80と高めとなっています。思い切ってどこかに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。一方、その他のエリアではお出かけ指数が40と低めとなっており、新潟、金沢では最も低い20となっています。日曜日は自宅でまったりと過ごすのもいいかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン、花粉の飛散が気になる季節になりましたね。3日の花粉飛散予想を確認していきましょう。各地で飛散量が多くなっており、名古屋、高知で非常に多い、東京では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬をするなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。3日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報。ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。4日月曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。北日本の日本海側や北陸では雨や雪が降ります。西日本や東日本は太平洋側ほど晴れて穏やかな天気です。
ただ西からは天気が下り坂で、九州では夜遅い時間帯から雨が降り出しそうです。最後に4日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、東日本を中心にカラッとした体感となります。空気がカラッとしていると過ごしやすく、勉強や仕事なども集中してできますよね。この快適さには湿度が大きく影響しているんです。そこで気温や湿度の関係から計算したダイキンやる気指数を確認していきましょう。北日本や新潟、那覇ではやる気度が20や40と低めとなっています。勉強や仕事などは短い時間で効率よく取り組むことをお勧めします。一方、関東から九州の広いエリアでやる気度が80と高めとなっています。4日は週明け月曜日です。勢いに乗っていろいろなことにチャレンジしてみてください。以上、ダイキンやる気指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。4日の花粉飛散予想を確認していきましょう。各地で飛散量が多くなっており、名古屋、高知で非常に多い、東京、福岡では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬をするなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。4日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。5日火曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。西日本は雨の強まりに注意が必要です。風も強まるため横殴りの雨となる可能性があります。東日本でも次第に雨が降り出し、夜にかけて本降りの雨となる予想です。最後に5日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、北日本を中心にカラッとした体感になります。空気がカラッとしているとお肌や髪が乾燥してしまいますよね。実は乾燥には湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算したダイキン潤い指数を確認していきましょう。西日本の多くの地域では潤い度が高めになっています。お肌や髪も潤って、誰かに見せたくなる気分になりそうですね。一方、北日本や東日本では潤い度が低めで、札幌や新潟では最も低い20となっています。保湿ケアを大事に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。5日の花粉飛散予想を確認していきましょう。名古屋では飛散がやや多い予想で、仙台や金沢では多い、東京では非常に多い予想となっています。帰宅の際は家の中に花粉を持ち込まないよう、玄関前で服を払うなど、花粉症の方は万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。5日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。6日水曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。低気圧が日本の東に離れていきますが、各地で雲の多い1日となります。東日本では午前中を中心に雨が残り、山沿いでは雪となります。北日本もにわか雪の可能性がありそうです。最後に6日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、西日本を中心にしっとりとした体感になります。空気がしっとりしていると髪がうまくまとまらなかったり、お肌がべたついたりしますよね。これには湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算した6日のダイキン潤い指数を確認していきましょう。西日本の多くの地域では潤い度が高めになっています。お肌や髪も潤って、誰かに見せたくなる気分になりそうですね。一方、北日本や東日本では潤い度が低めで、札幌では最も低い20となっています。保湿ケアを大事に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。
6日の花粉飛散予想を確認していきましょう。新潟では飛散が多い予想で、その他の広い地域では非常に多い予想となっています。帰宅の際は家の中に花粉を持ち込まないよう、玄関前で服を払うなど、花粉症の方は万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。6日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの青原桃香です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。7日木曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。西高東低の気圧配置となり、太平洋側を中心に広く日差しが届きます。日本海側では日差しが届いても雲が優勢の空となります。にわか雨や雪の可能性がありますので、お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。最後に7日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、全国的にカラッとした体感になります。空気がカラッとしているとお肌や髪が乾燥してしまいますよね。実は乾燥には湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算したダイキン潤い指数を確認していきましょう。広島や那覇では潤い度が40と低めで、その他の多くの地域では最も低い20となっています。乾燥する予想ですので、保湿ケアを大事に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。7日の花粉飛散予想を確認していきましょう。新潟では飛散がやや多い予想で、仙台や金沢、大阪では多い、東京や福岡などでは非常に多い予想となっています。帰宅の際は家の中に花粉を持ち込まないよう、玄関前で服を払うなど、花粉症の方は万全な対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。7日はどんな空気が見られるかな、楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気も予報していきます。8日金曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。関東では昼頃にかけて雨や雪が降る予想です。東京都心など関東南部でも一時的にみぞれや湿った雪が降って、路面がうっすらと白くなる可能性があります。北陸など日本海側でも雨や雪が降りやすい天気となります。最後に8日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、全国的にカラッとした体感となります。空気がカラッとしているとお肌や髪が乾燥してしまいますよね。実は乾燥には湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算したダイキン潤い指数を確認していきましょう。全国的に潤い度が低めとなっており、仙台、東京、高知、広島では潤い度が40、その他の広いエリアで最も低い20となっています。空気が乾燥する予想ですので、保湿ケアは大事に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。8日の花粉飛散予想を確認していきましょう。東日本や福岡では多い予想で、名古屋や西日本を中心に非常に多いとなっています。帰宅の際は家の中に花粉を持ち込まないよう、玄関前で服を払うなど、花粉症の方は万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。8日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。9日土曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。西日本の太平洋側や東海、関東は青空が広がります。日本海側は雪や雨が降りやすく、
特に北陸から東北南部の山沿いで雪が強まる見込みです。最後に9日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感になります。9日は週末の土曜日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。札幌や高知ではお出かけ指数が80と高めとなっています。思い切ってどこかに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。一方その他のエリアではお出かけ指数が低めとなっており、中でも新潟、金沢では最も低い20となっています。土曜日は自宅でまったりと過ごすのも良いかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。9日の花粉飛散予想を確認していきましょう。仙台や大阪、広島で飛散が多い予想で、高知や福岡で非常に多い、東京や名古屋では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬をするなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。9日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。10日日曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。北日本や北陸では午前を中心に雪や雨が降りますが、だんだんと天気は回復し、太平洋側では日差しが届くところも多くなります。西日本や関東、東海は広く日差しが届き、穏やかな天気となりそうです。最後に10日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感となります。10日は日曜日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。東京や西日本を中心にお出かけ指数が80と高めとなっています。日曜日は思い切ってどこかに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。一方その他のエリアではお出かけ指数が40と低めとなっています。自宅でまったりと過ごすのもいいかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる説になりましたね。10日の花粉飛散予想を確認していきましょう。仙台や広島で飛散が多い予想で、東京、高知、福岡では非常に多い、名古屋では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用や、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。10日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの青原桃香です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。11日月曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。西日本は天気が下り坂で、九州は午後から、中国四国地方も夜は雨が降り出します。関東や東海、近畿は日差しが届いて穏やかな空です。最後に11日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感になります。空気がカラッとしていると過ごしやすく、勉強や仕事なども集中してできますよね。この快適さには湿度が大きく影響しているんです。そこで気温や湿度の関係から計算したダイキンやる気指数を確認していきましょう。札幌、仙台、新潟ではやる気度が40と低めとなっています。勉強や仕事などは短い時間で効率よく取り組むことをお勧めします。一方、関東から九州の広いエリアでやる気度が80と高めとなっています。勢いに乗っていろいろなことにチャレンジしてみてください。以上、ダイキンやる気指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。11日の花粉飛散予想を確認していきましょう。
仙台や大阪で飛散が多い予想で、金沢、東京、名古屋では非常に多い、福岡では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用や、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。11日はどんな空気が見られるかな、楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの松雪彩香です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。12日火曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。前線を伴った低気圧が通過し、広い範囲で雨が降る予想です。太平洋側では強まる恐れがあり、北日本の一部では雪が降る予想です。最後に12日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、西日本はしっとりとした体感になります。空気がしっとりしていると、髪がうまくまとまらなかったり、お肌がベタついたりしますよね。これには湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算した12日のダイキン潤い指数を確認していきましょう。東京や新潟では潤い度が40と低めになっています。保湿ケアを大事に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。一方、福岡や大阪では潤い度が80、広島では最も高い100となっています。お肌や髪も潤って誰かに見せたくなる気分になりそうですね。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。12日の花粉飛散予想を確認していきましょう。仙台や高知で飛散が多い予想で、東京、名古屋ではやや多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用や、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。12日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの山岸愛理です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。13日水曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。西日本は晴れて日差しが届きます。関東は午前中ににわか雨の可能性があるものの、昼間は日差しが届きそうです。北陸は午前ほど雨や雪が強く降り、雷や突風などを伴う恐れがあるので注意が必要です。最後に13日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、全国的にカラッとした体感になります。空気がカラッとしているとお肌や髪が乾燥してしまいますよね。実は乾燥には湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算した13日のダイキン潤い指数を確認していきましょう。全国的に潤い度が低めで、仙台や高知、広島では潤い度が40、東京や大阪などでは最も低い20となっています。乾燥する予想ですので、保湿ケアを大事に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。13日の花粉飛散予想を確認していきましょう。仙台や新潟、金沢で飛散がやや多い予想で、名古屋や大阪、福岡では多い、東京や広島、高知では非常に多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用や、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。13日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの魚住真由です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。14日木曜日はどんな空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。高気圧が西日本から東日本を覆って晴れるところが多くなります。北日本は低気圧が通過する東北北部で天気が崩れ、
雨や雪が降りやすくなる見込みです。昼間は春の陽気となりそうです。最後に14日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感になります。空気がカラッとしているとお肌や髪が乾燥してしまいますよね。実は乾燥には湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算した14日のダイキン潤い指数を確認していきましょう。全国的に潤い度が低めで、札幌や大阪などでは潤い度が40、東京や福岡、那覇では最も低い20となっています。乾燥する予想ですので、保湿ケアを大切に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン、花粉の飛散が気になる季節になりましたね。14日の花粉飛散予想を確認していきましょう。仙台や大阪、福岡で飛散が多い予想で、東京や名古屋、広島では非常に多い、さらに高知では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬を使用するなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。14日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの青原桃香です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。15日金曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。北日本では雨や湿った雪が降ります。降り方が強まったり、落雷やあられを伴う恐れもありますのでご注意ください。西日本から東日本は高気圧に覆われて青空が広がります。最後に15日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感になります。空気がカラッとしているとお肌や髪が乾燥してしまいますよね。実は乾燥には湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算したダイキン潤い指数を確認していきましょう。札幌、広島では潤いのが80と高めになっています。お肌や髪も潤って誰かに見せたくなる気分になりそうですね。一方、東北から沖縄の広いエリアで潤い度が40と低めになっています。保湿ケアを大事に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン、花粉の飛散が気になる季節になりましたね。15日の花粉飛散予想を確認していきましょう。各地で花粉の飛散量が多い予想となっており、東京、名古屋、広島、福岡では非常に多い、仙台、高知では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用など万全な対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。15日はどんな空気が見られるかな、楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの時田美月です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。16日土曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。西日本、東日本を高気圧が通過し、晴れる地域が多くなります。気温も高く春の陽気です。ただ北の地域ほど気温は低く、北海道はまだまだ冬の寒さです。最後に16日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは東日本を中心にカラッとした体感になります。16日は日曜日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。東日本や西日本ではお出かけ指数が80と高めとなっています。土曜日は思い切ってどこかに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。一方、その他のエリアではお出かけ指数が40と低めとなっています。自宅でまったりと過ごすのもいいかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン、花粉の飛散が気になる季節になりましたね。16日の花粉飛散予想を確認していきましょう。
大阪や新潟で飛散が多い予想で、東京、福岡では非常に多い、名古屋では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用や、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。16日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの時田瑞希です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。17日日曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。低気圧が近づく北日本では雨や雪、風が強まり荒れた天気となる恐れがあります。西日本も前線の影響で雨が降るところが多い見込みです。最後に17日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にしっとりとした体感になります。17日は日曜日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。雨が降ったりすっきりしない天気のところが多く、全国的にお出かけ指数が40と低めとなっており、新潟ではお出かけ指数が最も低い20となっています。日曜日は自宅でまったりと過ごすのもいいかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。17日の花粉飛散予想を確認していきましょう。大阪、広島、高知ではやや多い、東北や東日本では非常に多い予想となっています。各地スギ花粉が本格的に飛散しており、この先は西日本から順にヒノキ花粉も本格的に飛散し始める見通しです。花粉症の方はマスクや目薬の使用のほか、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。17日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。18日月曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。北日本日本海側を中心に雪や風が強まり荒れた天気となる恐れがあります。西日本や東日本は晴れて日差しが届きますが、気温は低めとなりそうです。最後に18日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感になります。空気がカラッとしていると過ごしやすく、勉強や仕事なども集中してできますよね。この快適さには湿度が大きく影響しているんです。そこで気温や湿度の関係から計算したダイキンやる気指数を確認していきましょう。北日本や東日本を中心にやる気度が低く、札幌や新潟では最も低い20となっています。勉強や仕事などは短い時間で効率よく取り組むことをお勧めします。一方、西日本を中心にやる気度が80と高めとなっています。勢いに乗っていろいろなことにチャレンジしてみてください。以上、ダイキンやる気指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。18日の花粉飛散予想を確認していきましょう。仙台では非常に多い、東京や名古屋では極めて多い予想となっています。この先は西日本から順にヒノキ花粉も飛散し始める見通しです。花粉症の方はマスクや目薬の使用など万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。18日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。19日火曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。低気圧が接近するため西日本は雨の降りやすい天気となります。東日本や東北は日差しが出るものの、だんだんと雲が広がり、日本海側では雨や雪となりそうです。
北海道も日本海側ほど雪や風の強まりに注意が必要です。最後に19日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感になります。空気がカラッとしているとお肌や髪が乾燥してしまいますよね。実は乾燥には湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算したダイキン潤い指数を確認していきましょう。全国的に潤い度が低めで、西日本を中心に潤い度が40、その他の地域では最も低い20となっています。乾燥する予想ですので、保湿ケアを大事にみずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。19日の花粉飛散予想を確認していきましょう。新潟や西日本ではやや多い。仙台や東京、金沢、名古屋では非常に多い予想となっています。この先は西日本から順にヒノキ花粉も飛散し始める見通しです。花粉症の方はマスクや目薬の使用のほか、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。19日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。20日水曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。関東は日差しが届いても天気が急変して雨の降る可能性があります。お出かけの際は雨具をお持ちください。東北や北陸では雪や雨が強まる恐れがあるため注意が必要です。北海道では日差しが届きやすいものの、オホーツク海側では次第に雪が降りそうです。最後に20日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感となります。20日は祝日、春分の日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。全国的にお出かけ指数が低めで、中でも仙台や福岡などでは最も低い20となっています。水曜日は自宅でまったりと過ごすのもいいかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が消えない季節になりましたね。20日の花粉飛散予想を確認していきましょう。広島では飛散がやや多い予想で、名古屋や高知、福岡では多い、東京では非常に多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用のほか、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。20日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの小牧結衣です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。21日木曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。北日本や北陸では雨や雪が降りやすい天気です。太平洋側では天気が回復するものの、朝は厳しい冷え込みとなり、昼間もあまり気温は上がりません。最後に21日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感になります。今の時期気温が低く空気がとても乾燥しているとなかなかやる気も出ませんよね。これには湿度がとても影響しているんです。そこで気温や湿度の関係から計算したダイキンやる気指数を確認していきましょう。北日本や東日本を中心にやる気度が低く、札幌、仙台、新潟では最も低い20となっています。勉強や仕事などは短い時間で効率よく取り組むことをお勧めします。一方、高知、福岡、那覇ではやる気度が80と高めとなっています。勢いに乗っていろいろなことにチャレンジしてみてください。以上、ダイキンやる気指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。21日の花粉飛散予想を確認していきましょう。
西日本の各地で非常に多い、仙台や東京、名古屋では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用のほか、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。21日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの青原桃香です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。22日金曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。東北の日本海側から北陸では雪の降るところがありますが、次第に降り方は弱まっていきます。その他の地域は高気圧に覆われて日中は晴れる予想です。土曜日以降はすっきりしない天気が続きますので、日差しの有効活用がおすすめです。最後に22日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、全国的にカラッとした体感になります。空気がカラッとしているとお肌や髪が乾燥してしまいますよね。実は乾燥には湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算したダイキン潤い指数を確認していきましょう。全国的に潤い度が低めとなっており、札幌や広島では潤い度が40、その他の広いエリアで最も低い20となっています。空気が乾燥する予想ですので、保湿ケアを大事にみずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン、花粉の飛散が気になる季節になりましたね。22日の花粉飛散予想を確認していきましょう。金沢や高知では多い予想で、仙台や大阪では非常に多い、東京、名古屋、福岡では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用のほか、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。22日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。23日土曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。九州から東北の広い範囲で雨が降り、山間部では雪になるところもある見込みです。お出かけの際は雨具をお持ちください。北海道は日差しが届いて穏やかな天気です。最後に23日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、北日本ではカラッとした体感となります。23日は土曜日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。札幌ではお出かけ指数が80と高めとなっています。思い切ってどこかに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。一方、広い範囲で雨が降る予想となっており、東北から沖縄ではお出かけ指数が20や40と低めになっています。土曜日は自宅でまったりと過ごすのもいいかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン、花粉の飛散が気になる季節になりましたね。23日の花粉飛散予想を確認していきましょう。新潟、広島、高知では飛散がやや多い予想で、仙台や東京では多い予想となっています。雨で飛散量がこれまでよりは少なくなるものの、花粉症の方はマスクや目薬の使用のほか、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。23日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。24日日曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。西日本は断続的に雨が降り、九州を中心に大雨となる恐れがあります。関東南部では晴れていても夕方以降ににわか雨が心配です。最後に24日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。
空気のポイントは、西日本を中心にしっとりとした体感となります。24日は週末の日曜日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。日差しが届きやすい札幌や仙台、東京ではお出かけ指数が80度高めとなっています。思い切ってどこかに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。一方、九州から東海にかけてお出かけ指数が20や40と低めになっています。日曜日は自宅でまったりと過ごすのもいいかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン、まもなく桜の開花の便りが届きそうです。24日の桜見頃情報を確認していきましょう。福岡の舞鶴公園では24日に開花となる予想で、その他の地域ではまだつぼみとなっています。開花後5日から10日ほどで満開を迎えるところが多くなります。お花見の計画は早めに立てるのがおすすめです。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。24日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの時田瑞希です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。25日月曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。低気圧が近づく九州では午後は強雨や雷雨に注意が必要です。中国や四国も夜は雨が強くなっていきます。近畿や東日本は雲が広がり、雨が降りやすい、すっきりしない空模様です。最後に25日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、全国的にしっとりとした体感になります。空気がしっとりしていると過ごしづらくて、なかなかやる気も出ませんよね。これには湿度がとても影響しているんです。そこで気温や湿度の関係から計算したダイキンやる気指数を確認していきましょう。仙台、東京、那覇ではやる気度が80と高めとなっています。勢いに乗っていろいろなことにチャレンジしてみてください。一方、その他の広いエリアでやる気度が40と低めとなっています。勉強や仕事などは短い時間で効率よく取り組むことをお勧めします。以上、ダイキンやる気指数をお伝えしました。ダイキン、まもなく桜の開花の便りが各地から届きそうです。25日の桜見ごろ情報を確認していきましょう。福岡の舞鶴公園や高知公園ではすでに開花しており、その他の地域ではまだつぼみとなっています。開花から5日から10日ほどで満開を迎えるところが多くなります。お花見の計画は早めに立てるのがおすすめです。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。25日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。26日火曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。東日本、西日本の広い範囲で雨が降り、風も強まって荒れた天気になる恐れがあります。東北南部では湿った雪による積雪に注意が必要です。最後に26日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、東日本、西日本ではしっとりとした体感になります。空気がしっとりしていると髪がうまくまとまらなかったり、お肌がベタついたりしますよね。これには湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算したダイキン潤い指数を確認していきましょう。北日本や北陸では潤い度が低めになっています。保湿ケアを大事に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。一方、東日本、西日本の多くの地域では潤い度が80や100と高めになっています。お肌や髪も潤って、誰かに見せたくなる気分になりそうですね。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン、3月の満月はワームムーンとも呼ばれます。どこのエリアで見られるか確認していきましょう。西日本や東日本は厚い雲に覆われ、満月を見るのは難しそうです。
東北北部はだんだんと雲が広がりますが、早い時間ほど観察のチャンスがあります。北海道と沖縄では満月を楽しめそうです。晴れているエリアではまん丸なお月様を眺めてみてはいかがでしょうか。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。26日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの時田瑞希です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。27日水曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。高気圧に覆われて全国的に晴れて日差しが届きます。朝は冷えても昼間は気温が上昇し、春らしい陽気となる予想です。各地で桜の成長も進みそうですね。また各地で気温差が大きくなるため服装選びにお気をつけください。最後に27日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にカラッとした体感になります。空気がカラッとしているとお肌や髪が乾燥してしまいますよね。実は乾燥には湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算したダイキン潤い指数を確認していきましょう。広島や那覇では潤い度が40と低めとなっており、東京や大阪などその他の地域では最も低い20となっています。保湿ケアを大事に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。27日の花粉飛散予想を確認していきましょう。金沢では飛散がやや多い予想で、仙台や新潟では多い、東京や大阪などでは非常に多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用など万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。27日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。28日木曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。西日本では本降りの雨となり、沿岸部を中心に強い風によって横殴りの雨となることもありそうです。東日本や北日本でも天気は下り坂で、夜遅い時間ほど雨が降ります。帰宅が遅くなる方は雨具をご準備ください。最後に28日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、北日本、東日本ではカラッとした体感になります。空気がカラッとしているとお肌や髪が乾燥してしまいますよね。実は乾燥には湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算したダイキン潤い指数を確認していきましょう。北日本や東日本、大阪では潤い度が40と低めになっています。保湿ケアを大事に、みずみずしい素肌で魅力度をアップしましょう。一方、西日本の各地で潤い度が80と高めになっています。お肌や髪も潤って誰かに見せたくなる気分になりそうですね。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。28日の花粉飛散予想を確認していきましょう。東京や福岡などでは多い、仙台、新潟、名古屋、大阪では非常に多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用など万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに、空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。28日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。29日金曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。東日本や北日本では春の嵐となりそうです。関東や東海では朝の通勤通学の時間帯に雨や風が強まる予想ですので、時間に余裕を持ってお出かけください。
日中は気温が上がり桜の成長も進みそうです。最後に29日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは全国的にしっとりとした体感になります。空気がしっとりしていると髪がうまくまとまらなかったりお肌がベタついたりしますよね。これには湿度が大きく影響しているんです。そこで湿度の関係から計算したダイキン潤い指数を確認していきましょう。北海道や東京、大阪などでは潤い度が100、その他でも80と全国的に高めになっています。お肌や髪も潤って誰かに見せたくなる気分になりそうですね。以上、ダイキン潤い指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節になりましたね。29日の花粉飛散予想を確認していきましょう。東京や名古屋、大阪では非常に多い、広島や高知、福岡では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用など万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。29日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの山岸愛理です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。30日土曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。低気圧や前線が離れ、西日本や東日本では日差しが届きます。昼間は気温が上がり、太平洋側では上着いらずの陽気となりそうです。北日本は日本海側を中心に急に雨が降り出す変わりやすい天気となります。最後に30日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは西日本や東日本はカラッとした体感になります。30日は土曜日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。西日本、東日本ではお出かけ指数が80や100と高めとなっています。思い切ってどこかに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。一方、沖縄や北日本ではお出かけ指数が40と低めとなっています。土曜日は自宅でまったりと過ごすのもいいかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン。花粉の飛散が気になる季節ですね。30日の花粉飛散予想を確認していきましょう。仙台や名古屋、大阪では非常に多い、東京や西日本の各地では極めて多い予想となっています。花粉症の方はマスクや目薬の使用のほか、帰宅の際は玄関前で服を払うなど万全の対策をしてお過ごしください。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。30日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。31日日曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。北日本や北陸では朝まで雨や雪のところがありますが、昼間は天気が回復します。関東から九州にかけては穏やかな天気です。沖縄は今日や雷雨の恐れがあります。最後に31日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは北日本を中心にカラッとした体感となります。31日は日曜日ですね。どこかにお出かけを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお出かけに適した空気が広がるのか、天気や気温の関係から計算したダイキンお出かけ指数を確認していきましょう。北海道から九州の広いエリアでお出かけ指数が80と高めとなっています。思い切ってどこかに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。一方、すっきりしない天気の那覇ではお出かけ指数が40と低めになっています。日曜日は自宅でまったりと過ごすのもいいかもしれませんね。以上、ダイキンお出かけ指数をお伝えしました。ダイキン。だんだんと桜の開花の便りが各地から届き始めました。31日の桜見頃情報を確認していきましょう。愛知の鶴間公園や
京都の嵐山などではすでに開花しており、その他の地域ではまだつぼみとなっています。開花から5日から10日ほどで満開を迎えるところが多くなります。お花見の計画は早めに立てるのがおすすめです。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。31日はどんな空気が見られるかな、お楽しみに。ダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報、ダイキンいい空気研究所からお送りします。ウェザーニュースキャスターの青原桃香です。ダイキンが作り出す生活をより良くする空気を予報していきます。1日月曜日はどのような空気が広がっていくのか、早速天気から確認していきましょう。全国的に日差しの届くところが多い見込みです。ただ関東や北陸、北日本では急な雨や雷雨の可能性があります。空模様の変化にご注意ください。最後に1日の空気の注目ポイントを見ていきましょう。空気のポイントは、北日本を中心にカラッとした体感になります。空気がカラッとしていると過ごしやすく、勉強や仕事なども集中してできますよね。この快適さには湿度が大きく影響しているんです。そこで気温や湿度の関係から計算したダイキンやる気指数を確認していきましょう。札幌や新潟ではやる気度が40と低めとなっています。勉強や仕事などは短い時間で効率よく取り組むことをお勧めします。一方、その他のエリアではやる気度が高めで、西日本を中心にやる気度が100のやる気マックスとなっています。勢いに乗っていろんなことにチャレンジしてみてください。以上、ダイキンやる気指数をお伝えしました。ダイキン。だんだんと桜の開花の便りが各地から届き始めました。1日の桜見頃情報を確認していきましょう。京都の嵐山などではすでに開花しており、高知公園では五分咲きとなっています。開花から5日から10日ほどで満開を迎えるところが多くなります。お花見の計画は早めに立てるのがおすすめです。以上、心も体も健やかに空気で答えを出す会社ダイキンの提供でお送りしました。1日はどんな空気が見られるかな、楽しみに。